はい、皆さんこんにちは。2023年7月28日金曜日午後5時を回りました。金曜の夕方、いかがお過ごしでしょうか。お仕事が終わった皆さん、そしてこれからお仕事へ向かう皆さん、お疲れ様でございます。学生の皆さん、楽しい夏休みをお過ごしでしょうか。今日もね、暑かったですね。ちょっと用事があって、近くのコンビニ、200メーターぐらいかな、離れているコンビニがあるんですが、そこに行ったんだけど、そこに行くまでもね、もうアスファルトの照り返しがもう強くて、もう大変暑かったですね。天気予報で今見ると、今でもね、31度気温があります。いやー、暑いはずですよ。で、明日の天気は土曜日、ちょこっと雨が降ったり曇ったり晴れたりっていう不安定な天気だけど、33度までありますね。夜から土曜の夜からね、ずっと雨が降り出すという、日曜日はずっと雨の予報でございます。月曜も雨だ。これ台風6号の影響かもしれませんね。はい、せっかくの土曜日曜なんですがね、ちょっと天気が悪くなりそうです。はい、宮崎もね、土曜日曜エレコッチャ宮崎っていうね、踊りのお祭りがあります。昔はね、ビデオカメラ担いで行ったんだけど、もう今まで行ってません。というのもね、YouTube 的に撮影すると、でその動画を投稿するとね、著作権侵害で、問題が出てくるんで、はい、最近はね、そういった最近の曲を使った、お祭りに行って、撮影するときにはね、音を入れ替えないといけないんで、音を入れ替えるとなんかね、祭りの雰囲気が、半減するっていうか、ちょっと祭りの雰囲気をね、味わうことができないのかなと思って、最近はね、撮影してませんね。というか行かないですね。ほどほどに人が多い祭りには行くけれど、もう逆にも多すぎてもう大変だ、歩けないとか、もううじゃうじゃ人がいるようなところのような祭りには、足を運ばなくなりましたね。なんかね、プライベートスペースじゃないけど、なんかもうその、暑苦しいというか、息苦しくなって しまって、なんか撮影どころではないなっていう、感覚を覚えてるんでね、もう行かないようにしております。雨が降るんでね、ゆっくりと、過ごそうかなと思っているところでございます。はい、皆さんもね、楽しい花の金曜日、そして週末をお過ごしください。あ、今日あれか、プレミアムフライデーか。ね、昔ね、結構プレミアムフライデーと言ってましたけどね、もう最近言わなくなってますけど、皆さん楽しいね、プレミアムフライデーをお過ごしくださいませ。今回の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにします。失礼します。